自分の大学時代のスターの選手でありますし、まあ、一緒に戦った仲として本当にいつも尊敬する仲間でありライバルであります。ご視聴ね。イエーイ。ご視聴ね。イエーイ。ありがとうございました。なんといっても今日は同学年のドラフト1位同士、竹内投手と投げ合ってのライオンズ戦初勝利、これに関してはいかがですか？そうです、まあ夏希とは、まあ、大学から、まあ、投げ合ったりしてたんで、まあ、とにかく、まあ、勝ちたいなっていうのはあったんで、まあ、勝ててよかったなと思います。続けてもいいですしね。ショートの前、村林からセカンドに送って一塁どうだ、一塁もアウトになりました。結果3人でこの回攻撃終了しました。ノーアウトランナー一塁から無得点に終わりました。5回終了しています。2対0です。藤田選手、ナイスピッチングでした。ありがとうございました。今まさに試合を終えてヒーローインタビューを終えたところですけども、はい、今のお気持ちいかがですか？率直に嬉しいです。そうです、まあ、前回登板もあったんで、まあ、初回の不安というのは、まあ、ちょっと引きずってしまった部分はあったんですけど、まあ、2回からそうですね、安田さんのリードであったりとかそういうので、まあ、いいピッチングができました。そうです、まあ、先週ぐらいに、まあ、夏希の方から、まあ、日曜日投げるよという話をしてて、まあ、自分の中でも、まあ、投げ勝ちたいなと思ってたんで、そうです、まあ、先にマウンドは降りてしまったんですけど、まあ、0点で抑えることができてよかったです。まあ、タイプは違うんですけど、もう本当に自分大学時代のスターの選手でありますし、まあ、一緒に戦った仲として本当にいつも尊敬する仲間でありライバルであります。もう自分の中では、まあ、上出来すぎるかなというのはあるんで、まあ、なんですけど、まあ、そこで、まあ、調子乗らずに、まあ、本当に小さな目の前の一勝一勝をどんどん積み重ねられるように頑張っていきたいなと思います。 R さんから、小田君5勝目おめでとうございます。登板後はどのように体をリフレッシュさせてますかということです。はい、自分の場合は、まあ、交代浴を長めにするようにしてて、まあ、ホテルでは結構厳しいんですけど、まあ、寮の中だったら結構な時間交代浴して、まあ、体のリフレッシュというかそういうのに、はい、時間をかけてます。これからも、一生一生小さな積み重ねで、まあ、価値がどんどんつけられるように、一戦一戦頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。